So we sponsor the Amazon Robotics Challenge to inspire the next generation of roboticists and support the development of shared and open solutions to the big problems in unstructured automation. The tasks that we give the teams are inspired by the challenges we face in Amazon's warehouses, but they're also very general. We have a wide variety of items and we try and pack them very densely. And if a robot can do that, it can do so many things and make its way out into the real world and manipulate and grasp items in so many different environments.我々は三菱電機と中部大学と中京大学という組織が関わっているんですが、もともとこの3社では共同研究とかいろいろなコラボレーションがあったんですね。アマゾンロボティクスのチャレンジはロボットとそれから画像認識の技術が必要で、ちょうどこの3社っていうのがそれぞれの技術を持っていたというところで、この競技を知った際にですね、すぐ我々全員が参加したいというので、その日にもうチームができたというものです。非常に実用的な問題設定になっていますので、企業としてはこれが実際その将来の製品になる場合にどういった課題があるかというのを先に洗い出していけると、でまたこういったその大学と企業とのコラボレーションというのも促進することができるというのがすごく大きいと思っています。一旦この会場にやってきますと、自分たち以外にも世界中に同じ課題で取り組んできた学生たちがたくさんいると、これを実感して目の当たりにできるという機会を提供できるという点では教育上大きなメリットがあると思います。このアマゾンロボティクスチャレンジは競技会というだけではなくて、ロボットの国際会議に併設するワークショップで、参加者チームがそれぞれどういうことをやったかということを研究交流もしてまして、でそうすることによってコミュニティ全体で技術力をアップしていくような機会となっています。